い、どうもコナログアウトドアです、今回は、クロスカブに、リアのトップケースを取り付けたので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、シャッドの SH40 カーゴという商品です。トップケース の, あのメリットなんですけど、まず収納性がかなり上がりますね。買い物とかツーリングで通勤通学と、まあ、あのサイズもいろいろあるんで用途に合わせていろいろ選べます。で次にあの防水性ですね。一応メーカーの方では完全防水ではないということなんですけど、このボックスの中に荷物を放り込んでしまえば、雨が降ってもね中のものは濡れません。でボックスなんですけどこちらであのロックできるので、盗難防止につながります。特にあのこちらのクロスカブはですねメットインがないので、ちょっとね、貴重品とかを入れてバイクから離れる時なんかは便利だと思います。次はボックスの取り付けなんですけど、ホームセン箱とかと違って、こういうタイプのボックスはあのワンタッチで脱着ができるのでボックスの付け外しも簡単にできます。この商品なんですけどリアにバックレストも別売りで販売されているのでそれをつけたらバックレストとしても使うこともできます。トップケースをつけるメリットの方を紹介していきました。次はデメリットです。あのバイクに乗られている方はトップケース、よく 見かけると思うんですけど、バイクに乗られてない方が見るとやっぱり、トップケースついたバイクはちょっとおっちゃんっぽいイメージがあると思います。まあ、こちら40リッターのサイズなんですけどこれだけの容量いっぱい荷物を積むとかなり重量的にも重くなるんで走行中のハンドリングにもちょっと影響が出ます。オンロードで走ってる分には まだマシなんですけどやっぱりオフロードとか走るとちょっと転倒しないように気をつける必要が出てきます。どうしても重心が高くなるのでちょっとふらつきやすいと思います。こういうふうに横から見た感じでも前後にかなり伸びてますし、後ろ側がちょっと高くなるんで、結構かさばりますね。特にバイクのカバーかけるときなんか、かなりサイズを大きいものにしないと全部隠しきれません。はい、次は、こういうふうに蓋を開けますと、今中にちょっとバッグとか上着とか入ってるんですけどこの形状を見てもらうと一応容量は40リッターなんですけど上蓋の厚みがあるのでこのケース満タンにしようと思うとこの状態でここからはみ出るぐらいの高さまで積み上げてから上蓋を閉めるという形で、40リッター入ることになります。なのでちょっと満タンに入れようと思うとちょっと荷物の収納の仕方にコツがいりますね。ホームセン箱のように、真四角で、蓋が浅いものの方が物は入れやすいです。キャリア部分のキャリアのパイプに、こちらの穴ここに、こういう形でステーを取り付けてうまく合わせるんですけどそのリアキャリアのパイプとこのステーの位置がなかなかうまく合いませんでした。ジビのベースプレートだとこの全体的に格子状にこういう風に穴が開いているので結構下のキャリアに合わせやすいんですけどこちらのベースプレートはこの開いてる部分が結構限られているので、このキャリア本体のパイプを位置を合わせるというのがかなりやりにくかったですね。ちなみに裏側から見るとこんな感じです。こちらがリアキャリアのパイプですね。それにこういう形で、ベースプレートのステーを取り付けてます。ちょっとねこれも工夫してここワッシャーをかましたりちょっとボルトをねステンレスのものに変えたりはしました。付属のものだけではちょっとうまく取り付けできなかったんで、車種によってはちょっとその点注意が必要ですね。こちらがベースプレートだけの状態です。
ここに、リアボックスを取り付けていきます。取り付けは簡単ですね。こちら の、 あのベースプレートのここの切り欠きにこのボックス本体の出っ張りを合わせていきます。まあ、こういう形でここに合わせます。そして後ろですね、この取っ手を持ち上げまして、下のレバーを引いてこれで閉まりました。はい、こんな感じですね。しっかりと取り付きました。はい、次に蓋の開閉です。今こちらのキーがオープン状態です。こちらの取っ手を持ち上げて、この今度はこの上側ですね、上側のレバーを手前に引き上げるとこのような感じで蓋が開きます。はい、シャットのボックスなんですけど、プレロック機構というものが採用されてまして、このボックスの蓋の開閉にいちいち鍵を刺さなくても、こちらをオープンにしておけばキーを刺さなくても蓋を開閉できます。こうしてロックすれば取っ手が持ち上がらないので、この上下のレバーを開けることができなくてロックができます。ちょっとね、うまく説明ができてないんで、メーカーの紹介動画がありますのでご参考にしてください。はい、こちらがリアのボックスを取り付けた状態です。こんな感じです。ちょっとね、私のクロスカブフロントキャリアも取り付けてるので結構前後に長くなってますね。はい、次はこの状態からこちらの純正タンデムシートを取り付けていきます。一応ね、こちらのエンデュランスのリアロングキャリアはこの純正のタンデムシートを取り付けることができるということなんで、問題はここのスペースですね。私こちらリアキャリアできるだけ後ろに下げてます。でその状態で一応この純正のタンデムシートなんですけど、ここの切り欠きをこちらに引っ掛けるという形なんですけど、まあどうでしょうか、一回やってみますね。はい、これではまりました。このボックスをつけた状態でも、まあここのクリアランスは全くないんですけど、一応取り付けることはできます。でタンデムシートを取り付けた状態がこんな感じです。こちらのベースプレートなんですけど、一応このキャリアの最後部に合わせてます。こんな感じですね。ベースプレートがキャリアの上に収まっているので、少々重たい荷物を乗せても安定して積載できると思います。まあ、40リッターというサイズ感が非常に使いやすいです。買い物とかツーリングで、まあ、通勤通学とどのシーンでも使いやすいです。で私のクロスカブの場合なんですけども、もしキャンプ道具を積載するとしたら、こちらのリアのボックス、そしてこの上の天板のスペースで、このボックス前に、ドライバッグとかシートバッグを積載します。さらにこちらのサイドバッグも両側につきますので、あとはセンターキャリアでフロントキャリアと、これを全て合わせるとすごい積載力になります。キャンプで使うことが多いんですけど、道具に関してはほぼ妥協はいらないですね。まあもともとカブはキャンプと相性がいいので、このトップケースをつけることで、日常使いから、まあ、ツーリングとかキャンプまであらゆるシーンでの利便性が上がると思います。あとこちらのシャットの SH40 カーゴのいいところなんですけど、同じようにジビでも天板に、荷物を詰めるタイプのものがあります。そちらは、天板のゴムネットとこちらの、バックレストで中の、インナーシートが
付属して、値段が2万円弱という感じなんですけど、このシャッドなんですけど、まあ、このバックレストはついてないんですけど、まあ、この天板のこのキャリアがついた状態で、私が買った時は、1万円弱で買いました。最近ちょっとあの値段見てたんですけど、まあ、1万1000円ぐらいからちょっとね、Amazon の価格は変動してまして、今日この時点で見た時は1万4000円ぐらいだったんで、買うタイミングは伺った方がいいと思います。ちょっとね、一度どんな感じかまた買ってみます。今ちょっとねヘルメット入れてみたんですけど、私のヘルメットこちらのアライの CTZ サイズは M です。そのヘルメットと、ちょっとポーチとで上着を入れてます。これでもまだねちょっとこういう隙間のスペースがあるので、もうちょっと荷物は入ると思います。クロスカブに乗り出してからいろんなコンテナボックスとかを取り付けるのが楽しかったので、このボックスを使ってなかったんですけど、まあ、せっかくなんでね、ちょっとしばらくはこちらのボックスを取り付けて乗ってみようと思います。またね、ツーリングとかキャンプの機会がありましたら、どんな感じで積載しているのかもご紹介させていただきます。今回はこちらのシャッド SH40 カーゴの方をご紹介させていただきました。以上、コナログアウトドアでした。